主任の村井健太郎です。マコリーヌです。今日は主任が漫画学会に行ってきたというね、はい、報告をしたいと思います。はい、先月6月22日と23日の2日間、日本漫画学会第23回大会が、会場京都聖華大学で行われました。聖華大学行ってみたいな、僕もね、一度行ってみたいなと思っていて、結構山の中にあるよっては言われてたんですけど、思ってたよりも山に近い感じでしたね。でもすごくいいところでした。環境良さそうですね。広いんですよ。とにかく広くって、で、まあ、あの有名な漫画学部なんですけれども、はい、その中にある、まあ、あのストーリー漫画とか、まあ、コースが分かれてるんですけども、そのコースごとに一個建物があるみたいなね、じゃあストーリー漫画の、はい、こう塔があってみたいな。はい、すごいな。あのちょっとね、あの大学の中を少し案内をしてもらったりとかしたんですけども、あのとても良かったです。で、日本漫画学会は、まあ、会場が、まあ、全国、まあ、いろんなところで開催をされるんですけども、まあ、今年は京都で開催をされるということで、京都聖華大学の中の教室をですね、会場として、まあ、いろんな発表が行われるということになります。今プログラムを見てるんですけど、第1会場から第6会場まで、いろんな教室ごとにっていうことなんですかね。そうですね。でそれぞれの教室でだいたい5つから6つぐらい発表が行われるということになるので、かなり自分の、まあ、興味がある聞いてみたい研究をこう、あちこち教室を移動しながら聞いていくというようなことになるわけですね。今見てますけれども、東京大学大学院の方がいらっしゃったりとか、はい、熊本からは熊大の大学院の方も発表されてるんですね。で、崇城大学からも博士課程から1名、それから修士課程から2名が今回の日本漫画学会で、研究発表を行いましたので、まあ、今回は、まあ、そういう意味では引率の、意味もあって、行って参加をしてきたということになります。そうですか。いろいろ研究の、成果をここで発表するわけでしょうけれども、崇城大学の学生さん、あの3つ発表があるんですが、1つが少女漫画におけるギャップ表現についてというものと、これすごく気になります、藤子 F 不二雄作品における住建築に関する描写についてという、このタイトルがね。そうですね、かなり学術的な感じでね。そしてもう一つが日本における広告漫画の分類法の提案という、この3つが崇城大学そうなんですの発表ですね。はい、でそれぞれ、まあ、無事発表ができたんですけども、まあ、全ての発表の後にはいわゆる質疑応答の時間が設けられていまして、会場の、聞きに来ている、まあ、これ一般の方ももちろんあの参加はできますので、そういう人たちからもそうですし、まあ、研究者の人たちが聞いて、発表について、質問であったりとか、いろんなことをこう聞いて、それに答えるということを、でその質疑応答を踏まえて、それをまた研究に生かして、また論文などに、反映をしていくというようなことになるという、研究っていうのはそうやってこう発表して、何か、質問をもらって、それをまた持ち帰ってまた自分が研究をしてというような、この繰り返しにはなると思うんですけどね。ここで発表するということは、一つすごいことですよね。そうですね。あの2018年に、熊大が会場になって、熊本で開催されたことがあって、その時は熊本大学が会場になっていたんですけども、その時僕初めて漫画学会、その時一般、の参加者として、いろんな研究発表を聞きに行ったんですけども、いわゆる漫画学会で第23回、23年も続いているという、ということではあるんですけども、学会の歴史としては、他の分野からしたらまだ新しい、漫画の研究自体がまだ新しい研究分野ということにはなるんですけども、漫画の表現であったり、それから作家であったり、それこそ広告漫画という、新しいジャンルであったり、そういうもの、漫画にまつわるさまざまなことをですね、研究をする、
まあ、研究する価値があるというふうにもう漫画はなっているということになる。いやそう思いました。私も今プログラムいろいろ見てて、はい、これオレゴン大学の大学院の方が発表されている、はい、女が国家を裏切るとき、はい、萩尾元トーマの心臓の分析とか聞きたいと思いました、はい、そうですよねだから普段は漫画読んで面白いとかね、うん、笑ったり泣いたり感動したり、っていうようなことを受け取って、まあ、その漫画の話をするけども、それをさらに、ね、分析して研究してどういうことを、まあ、作者が伝えたかったのかとか、この表現がこういうふうな、別の分野にまた影響を与えてるんじゃないかとかっていうようなさまざまなことについて切り口がね。いやその切り口で言えば、あの崇城大学の学生さんの藤子 F 不二雄作品における住建築に関する描写についてって、はい、これはこうのび太くんのお家のこととかですか？そうですね、のび太のお家もそうですし、まあ、パーマンであったりとかおばきゅうだったりとか、あ、まあ、そうか、藤子 F 不二雄先生の、作品は基本的にはお家が舞台になることが多くて、小さな町ですね、はい、あまり大きな町ではなくて、うん、あれ練馬らしいですけどね、どうやら、ね、あ、そうなんだ、はい、でこの研究を発表してくれた彼は、藤子 F 不二雄先生の作品がとても好きで、もともとは建築を学んでいた学生なので、だから住建築に注目したわけですね、はい、そうですね、はい、がそれがどういった、まあ、演出というか、まあ、漫画の中で役割としてキャラクターとかセリフとか効果音とかと同じように、まあ、住建築の、間取りだったり、それから、部屋の様子であったりとかっていうのがどのような演出にまあ、関係しているとか、どういう効果があるとか、うん、こういう舞台装置としての機能のようなものであったりとか、でいわゆる一軒家が舞台になることが多いですよね、藤子 F 不二雄の作品は、うん、まあ、高度成長期に描かれた漫画ということもあって、うん、まあ、マイホームをいつかは手に入れたいとみんなが思っていた頃のものなので、まあ、一軒家ですけども、現代だったらじゃあそれはどうなんだろうとかっていうようなことまで、確かに、うん、あとこうね、窓をそうですね、とか窓から入るとか、ね、その窓を大きくすると開放感があるとか、その、忍び込んでくるとかっていうような、その窓一つのサイズをとっても、まあ、いろんなその、そのキャラクターの行動であったり心情であったりとかっていうのを、うん、表現するしているんじゃないか。いや確かに そこは思いますね、感じますね。そうですね、まあ、だから本当に漫画ってこうやって研究をしている人たちがいるの で、うん、なかなかね他県で行われるものはあれですけども、またいつか熊本で会場になることがあれば、はい、一般の方も参加できるというようなイベントというか学会大会になっておりますので、はい、興味のある人は2日目、京都国際漫画ミュージアムで2日目はシンポジウムが行われているんですが、はい、これも楽しそうというか、研究発表と合わせてまたシンポジウムも行われるんですけども、はい、2日目のシンポジウムは僕はちょっと用事があって、仕事の、途中で抜けてしまっているので全部の話は聞けなかったんですけども、はい、まあ、第1部、漫画を展示するということで、うん、漫画を展示するということは僕らの、子供の頃からはとても考えられなかったことが、うん、今では海外のミュージアムでも行われるようになった。大英博物館で ね漫画展示されたりとかもありました。でこの大英博物館での漫画展に関しては、まあ、その話もあったんですけども、はい、とても興味深い話が聞けました。で漫画の原画というものはもうそもそも価値というものはね、このラジオの中でも何度か触れていますけども、はい、 ね、そもそも原画の価値というのは、重きを置いてなくて、単行本いわゆる本になった状態が完成形だということに、うん、だったので、まあ、原画というものの扱いというものはね、これからますますどういうふうになっていくのかなというところは気になる、お話がいろいろ聞けました。はい、今週は主任が漫画学会に行ってきたという報告でした。さてここで1曲、ラクダさんから早々のフリーレンの曲にリクエストをいただいていますのでお届けしましょう。ヨルシカ春。主任の村井健太郎です。マコリーヌです。後半はメールがたくさん届いているので、はい、メッセージご紹介したいと思います、はい、ショコラテリーヌさん、ありがとうございます。マコリーヌさん、村井主任、こんばんは。こんばんは。スポーツリクエスト大会楽しかったです。いや盛り上がりましたね、うん、楽しかった。
で今週は漫画学会の報告会楽しみに拝聴させていただきます、はい、ありがとうございます。どうだったでしょうか。先日プライベートで北九州漫画ミュージアムに行ってきました。お、いいですね、うん、目的は松内明美展と先生のサイン会です。九州でのサイン会などなくて今までですね、思い切って参加しました。カラーイラストがとても綺麗で、映像資料で先生の色付けの細かさ、凄さに思わず見入ってしまいました。先生の作品は先週の青春の1ページ、うん、純情クレイジーフルーツ、当時ブーケで連載を読んでいましたと、うん、女子高校生と先生たちの現実と妄想が交錯する中、大人たちに甘やかされ許された時間を思い出しましたと。今思い出したら顔が赤くなります。若さって怖いって笑わ、ね、って書いてありますけども、青春ってあるんですね。そうですね、はい、次回の展示は倉持房子展だそうです。倉持さんはあの私も世代なので。そうですよね、はい、ということでタイピエンコさんからもメールをいただいてるんですけど、はい、こんばんはということでいただいてるんですが、こんばんは。この夏北九州漫画ミュージアムで7月6日から始まるデビュー50周年記念倉持房子展を楽しみにしていますということで。わあ、もうみんな同世代だね、ベスタスマーガレットに連載された倉持房子先生の作品にとても影響を受けた中学高校時代です。わかります。それまで少女漫画にはなかった、今でいうツンデレ男子の走りだった、かっこいい男の子たちに胸をときめかせたものでした。はい、しばらく遠ざかっていたんですが、朝の連続ドラマ半分青いで作品が取り上げられて、はい、青春時代が蘇りました。生の原稿が見られる機会はそうそうないので、方向音痴でデブ賞ですが、9月1日までの期間中早めに行こうと思っています。これは見たいですね。そうですね、いつもポケットにショパンとか読んでましたね、うん、好きですね、はい、こうタイピエンコさんとショコラテールさん会場でもしかしたら会うかもしれない、一緒になるかもしれないということで、はい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらは正文さんからいただいております、はい、村井主任マコリーヌさんこんばんは、はい、先日発表されたマジックナイト、うん、レイアースのアニメ化、あ、はい、本当に驚きました、うん、と。学生時代とても大好きだった作品ということで、はい、しかし今年はいろいろな作品が再アニメ化発表されてますね、うん、刃、グレンダイザー、うん、ベルサイユのバラ、はい、ランマ2分の1、そう、ランマ2分の1もやるんだ、うん、令和よどうなっているんだと X のポストに見受けられます。とりあえず近いところではグレンダイザー、筋肉マンを楽しみにしているという正文さんです、うんうん、ラインナップがとても令和とは思えないというね。ですね、うるせえやつらもありましたから。そうですね、そっからランマ2分の1もやるんだみたいな、うん、あの表現大丈夫かなっていうね、ちょっと心配ですけどねですけどね、うん、はい、それから西直哉さんからもいただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。村井主任マコリンドさんこんばんは、こんばんは。先週は初採用ありがとうございましたということで。そうでした、いただいて、はい、キャプテンでしたかね、はい、野球漫画。村井主任が参加された漫画学会、このような大会が開催されていることを知りませんでしたということで、よかったです、あの日本漫画学会ね。で、公式ホームページを見ていただいたようで、お、熊本の大学院の方が数名研究発表されるんですねということで、さすが漫画圏熊本ということで、うん、着実に文化が根付いていっている印象を受けますと、主任の話で学会の雰囲気を感じ取りたいですねということでいただいていて、ありがとうございます。ありがとうございました。で、近年は漫画アニメをテーマとした展覧会も随分増えてきましたね。増えましたよね。ポップカルチャーがマニアだけではなく一般層に受け入れられたということなんでしょうね、嬉しく思いますということでいただいてます。本当にこの展示に関しては、はい、まあ、展示についてのシンポジウムの中でもあったんですけども、そもそも漫画っていうのは本ですよね、はい、だから展示するときにその1ページ1ページを、まあ、原画として展示する場合というのは結局分解をしてしまうことになってしまうということで、まあ、本来 あの漫画の意味からは遠ざかってしまう部分もあるんですよね。ただ、僕らはその漫画家の人たちが描いたその実際の絵を見てみたいとか、はい、あ、こんなところに走り書きがなんかあったりとか、
はい、ホワイトの修正とか、あとはこう修繕してたりとかね、やっぱその辺なんかそういうところを見たいとかっていうのがあって、うん、だから漫画の展示も、まあ、いろんなもう、随分展示になって時間が経ってきたんで、いろんな表現とか展示の仕方とかもね、これから新しい、展示とかいろいろ楽しみですけど ね、もうほら残ってないようなものとか、そうなんですよね、いっぱいあるわけで、まあ、これから多分発掘されてとか出てきたみたいなのもね、うん、きっと出てくるんだと思うんですけどね、未発表の作品とか、うん、などなどありますが、楽しみです。ありがとうございました。はい、篠江さんはですね、ファーストスラムダンクを見ました。おー、ご覧になったんですね。さあ、配信が始まりましたね、はい、うん、でリアルタイムとで見ていた世代としては、これまでよくネタにされるような名場面が散りばめられ、うん、ここまで詳しくストーリーは描かれなかった宮城亮太を主役に、また以前アニメでは描かれなかった、試合を織り交ぜながら描いたのは見どころが多かったと思います、うん、ということで、スラダンはね、まあ、世代の人たちは、また劇場での上映もあるみたいですしね。この間だから、あのルックバックを見に行った時にルックバック、はい、を見に行った時に、はい、サマーウォーズも劇場公開されるんですよね、またね。サマーウォーズとあとスラムダンクがまた夏に公開されるっていうことで、細田監督、うん、ね、パンフレットじゃないや、あのチラシが置いてあって、おこれは両方とも見に行かなくてはということで思いましたけどね。あ、サマーウォーズも見たいですね。劇場で見たいですね。僕劇場では見てないですよね、なので今回劇場で見れるんでちょっと楽しみにしてます。はい、ま、あの漫画学会、あの行ってきましたの会で、ま、あの漫画ミュージアムに行きましたというメールの方も いらっしゃって、あの、うん、北九州漫画ミュージアムからもあの学芸員 の方いらしてましたし、あのこうやって漫画ミュージアムでの展示に関わっている人とか、そういう方々も漫画学会員ということで活動をされていたりもしますし、はい、ま、あの先ほども言いました通り一般の方も、聞くことができる会です。そうですね、この学会の会員でなくとも参加できますということで、はい、一般の人は、まあ、ちょっと入場料が高くなってはしまうんですけども、まあ、2000円ですあのそれでね、うん、でもすごくあの興味のあるいろんな、あ、漫画ってこういうふうに見れるんだとか、はい、こういうふうなことを研究している人がこんなにたくさんいるんだっていう、ね、いや思いました、うん、私もこの会場のこのプログラム、はい、このタイトル見てるだけでも楽しいですよね。楽しいですね。楽しいし、これ一体どんな話なんだろうっていうような、うん、もちろん海外の、あの風刺漫画とかね、ありました。風刺画とナショナリズム、そうです、うん、あのジャンルがそれぞれすごく広いので、漫画といっても少女漫画、少年漫画、青年漫画、いろんな漫画がありますしね、うん、あとね、被災地における漫画の効果というのがありまして、はい、うん、その被災地の避難空間における漫画キャラクター、はい、刑事支援の心理効果、うん、心理的効果についてとか、はい、まあ、これはね今年能登でも大きな地震がありましたし、はい、で熊本も、うん、その地震の後に、うん、ワンピースで盛り上がった、ね、小田先生が、はい、すごく元気づけてくれましたしね、ところがありましたので、いろいろ聞いてみたいお話がたくさんあるなと思いました、はい、今週は主任が漫画学会に行ってきたということでお話ししてきました。というわけで最後まで聞いていただいてありがとうございました。番組ではメッセージやリクエスト、取り上げてほしいテーマを募集しています。漫画アットマーク rkk.jp までお寄せください。番組のツイッターもあります。アカウントは漫画 rkk です。ハッシュタグ漫画研究室でも感想などつぶやいてくださいね。それではまた次回をお楽しみに。